一方、静岡大学では前期試験の合格発表がありました。会場には喜びの声が響きました。午前10時、静岡大学では合格した1152人分の受験番号が掲げられました。集まった受験生は自分の受験番号を見つけると歓声を上げていて、中には泣き出す人の姿もありました。近年は大学のホームページなどで合格者の受験番号が発表されるため、直接足を運ぶ受験生は少なくなっていますが、会場では大学のアメフト部員が合格者を胴上げして喜びを分かち合っていました。何学部なんですか？教育学部の音楽。自分が知らない音楽とかまだいっぱいあると思うんで、そういうのをどんどん勉強していけたらいいなと思います。もう今とにかく嬉しいのと、まだ若干信じられてないです。外国語をすごい勉強したくて、英語とあともう一カ国語をマスターしてトリリンガルになりたいです。静岡大学の後期日程の試験日は今月12日で、今月21日に合格が発表されます。